ステファヌス四世と呼ばれることがある、ローマ教皇は二人存在する。ステファヌスの名を持つ教皇の代数に関する歴史的経緯は、ステファヌス、教皇、ステファヌスとその代数を参照。ステファヌス四世、ステファヌス三世を参照。ステファヌス四世、ステファヌス四世とも書かれる。本校では、現在教皇庁及び教皇長年間が正式に認めている。 816年に即位した人物について扱う。ステファヌス4世はローマ教皇。ローマ市の貴族階級の出身。816年6月22日にローマ教皇に遠く来した。遠く来したステファヌスは、ローマ市民に対して、ローマ皇帝ルートビヒ一世に忠誠を誓うよう生命を発し、仙台レオ三世の路線を継承して、 フランク王国との連携をさらに深めた。またステファヌスは、コンスタンティヌス大帝が使用していた帝艦を、献上すると称して、皇帝ルートビヒに会見を申し込み、ルートビヒ及び、ルートビヒのツマエルマンガルドドベイへの退官を、行う許しを得た。ステファヌスは816年10月初めに、ランスに赴き、816年10月5日に、ランスにおいて、退官式を挙行した。 翌817年にローマに帰還した後、間もなく死去した。ステファヌスが行った大冠式は当時は単に最例的な位置づけに過ぎず、ルートビヒがローマの教皇をランスに呼びつけて大冠式を行わせたことも単にローマ教皇に対する皇帝権の優位の確認に過ぎなかった。しかし結果として見るならば、この大冠式は 以後のヨーロッパ史を大きく左右する出来事になったということができる。当時の西ローマ帝国では皇帝即位は古代ローマ帝国の伝統にのっとって市民の看護によって行われるものであり、教皇による大官は同時代の東ローマ帝国ほどには重視されていなかった。ルートビヒ一世もローマ皇帝に即位したのは813年の市民の看護によってであり、大官は カール大帝の手によって行われた。これは817年に即位したロタール一世についても同様で皇帝即位に際してローマ教皇庁は何ら特別な役割を演じることができなかった。しかし、レオ三世とステファヌスに続き、パスカリス一世もが823年に、 ロタール一世の体冠式を行うことに成功すると、皇帝即位に際して体冠とという教皇が担うことが、西ローマ帝国においても次第に伝統的な儀式として受け入れられるようになっていった。A.B. ステファノス四世、キリスト教人名辞典、ハット A.B.C. ステファノス四世、新カトリック大辞典佐藤 1995P39、A.B. シュルツェ2005、 ピアニッシも233から234。シュルツェ2005、ピアニッシも22から24。ありがとうございます。